始まりました。日本の伝統文化を皆様にもっと身近にライブでご覧いただける和の心配信、記念すべき第1回目は伝統の町京都の錦市場の中にある丹後テーブルさんから、古代文字アーティスト天佑さんの書のアートをお送りいたします。古代文字アート、一体どんなものかとてもワクワクしています。それでは早速天佑さんにいろいろなお話を伺っていきます。天佑さん、よろしくお願いいたします。はい、どうもこんにちは。こんにちは、天佑です。ワクワクしてております。古代文字アートってどうなんだろうって本当にんですけど、第1回目ということですが。そうなんです。それで私もワクワクしているわけなんですけれども、はい、あの伝統工芸のっていうふうに今おっしゃってたんですけど、はい、私がやってるアートはその伝統的なものをプラス、はい、モダンアートをミックスしたような形なんですね。ですからあの書道のこう楷書行書ってよく目にすると思うんですが、はい、その時代よりもっと前の古代文字っていう、うん、今から3000年ぐらい前 で絵のような文字、まあ後で見ていただければ分かると思うんですが、はい、それを墨と筆で表現するっていうのを基本にしてやっております。そうなんですね。では実際皆さんに早速見ていただきましょう、はい、作品がありますので、こちらが、さあ見てわかるかしらこれは何でしょう。こうパッと見た時に、はい、もう私もちろん自分で描いてるからわかるんですけれども、うん、何かがこう降臨してるような、降臨ですか、感じしませんか。確かに私最初パッと見た時に弓かなと、あのなるほど、弾く時の弓かなと思ったんですけど、ですね、はい、龍っていう字です全然違う、龍なんですか。龍、これが古代文字の龍です。頭にこう角が生えている感じですね、はいはい、ね、で胴体が波打っている、うん、ほら、そして漢字になるとこうなりますね、はい、でこの古代文字から降臨する龍をイメージして書いた文字なんです。あ、これ口ですか。そう、後半のところと口で胴体なんですね。もうそれにしか見えないですね。見えないでしょ。あ、で今ここにゴールで丸が書いてありますけれども、はい、黒龍は玉を持ってるんです。あ、持ってますね、そのイメージなんです、うん、なるほど、すごいかっこいいありがとう。こういう作品がたくさんあるんですよね。あります。続いてこちらですよね。うん、鳥ですよね。そう、もう目が分かってきましたね、はい、はい、鳥でもなんか何の鳥だろうっていう感じはあるんですけど、結構大きく羽ばたいて見えるんですけど、はい、これが鳥、この字の大鳥、はい、大きな羽のね、はい、での形なんです。で、それがこう今度は登っているイメージで、うんうんうん、こう古代文字で言うとこれは風、ウィンドの風っていう字なんです。で、はい、なぜかというとこの大きい翼を羽ばたくと風が出てきますもんね。そうなんです。でこういう古代の文字っていうのは神様のメッセンジャーだって言われていて、うんうんうん、神様が喜んでると春風のようなこう柔らかいソフトな風、うん、でも神様が怒ると嵐のようなもう爆風になるわけなんです。うんうんうん、はい、そういうようにしてこの古代文字から当時いろいろな文章が残っているわけなんです。そうなんですね、はい、もう一つ一つに物語があるので、うん、私が書くとこうなりますけど、あなたが書いたらばまた違うここからのイメージで書くわけなのでこちらからのイメージ、こちらからのイメージなんです。へ楽しいでしょ。楽しいですけどちょっと想像力を働かせるもうアニメの世界だと思ってください、ね、はい、では続いてこちらは、はい、大きな作品になります。すごい力強いパワーが伝わってくるんですけども、パッと見ただけで私音かなって思ったんですけど、もうパーフェクトですね。あ、本当ですか。合ってますか。はい、はい、そうです、こちらを見ていただくと分かるように、うん、音、やはり器の上に針が刺さっ
って言って、はい、大切なものなんですね、はい、でこの器の中に最初は空だったものが何かが入ってきた、はい、気配、はい、神様、神様が入ってきたんです、ね、ですから神の訪れ、その音訪れの音ですか、訪れの音なんです。で非常にシンプルな文字だけど、うん、私の中ではそれが自分への神様からのメッセージっていう言葉の強いエネルギーを発散してみたんです。でこの点がないと言葉の言言うっていう字なんです、うん、あ点があるかないかでも、うん、そうなんです、すごい変わってきます ね神様が訪れる音の音一つ一つがすごい納得して楽しいでしょ、はい、楽しいです、はい、その、まあ、ルーツといいますかあちらの方に、はい、そうですね、ちょっとこれはもう作品になってるので、はい、分かりにくいかもしれないのでここに、私たちは元々のこういう古代文字をまとめた辞書がありまして、はい、立命館大学の白川静香さんという先生がこの古代文字を大きく研究してくださっているんですね。それを参考にイメージをつけて作品を作ってるんですけれども、これが大元になります。で、はい、ま、ちょっと本当はもう3000文字もっとあるんですけれども、基本になる文字を漢字マザーと呼んでますが、漢字マザー、うん、ここ詩で書かれているところ、はい、ここからいろいろな文字が広がって増えていっているわけなんです。ですね、はい、とにかく3000年以上前の人たちが亀の甲羅に彫った占いの文字なんですよ。あ、そうなんですか、うん、なのでとってもシンプルなものから始まって、うん、その後だんだん年代が経つに従ってもっと言葉が必要になるっていうことで 今何万という感じがありますけれども、うん、広がっていったというものの大元です。ああ、大元がこちらですか。はい、いろいろな、なんか気になる文字あったら言ってください。そうですね、あ、私一度、うん、楽しい、これですね、この文字を、はい、このように書いたことがあるんですよね。学という字、はい、学という字、はい、これはどういう意味だか分かりますか。意味までがちょっと分からないんですけど、うん、なんか丸いのがたくさんありますよね。そうです、両手に鈴を持ってる、はい、あ、鈴を持ってるんですね、と雅楽で横がシャン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 ってこうやりまして、ありますよね、奉納しますよね、はい、その形からという説と、うん、あとその持ってる鈴が木の枝に鈴をつけているということで、その鈴自体の形っていう2つの意味が解釈があります。で、楽っていうのは楽、音楽の楽で、うん、何かっていうと神様を楽しませるためのものなんですよ。私が楽しいじゃなくて、あ、神様を楽しませ る音楽も誰か人を、他の人を楽しませるっていう、はい、ね、そう、全部な、上とか下とかのこの宇宙のエネルギーに対しての感謝から文字が生まれる。いやー、もう分かってると本当に楽しい奥が深いですものね。もう鈴にしか見えないでしょ、そう聞いてしまうと見えないです、うん、なんかもう一個ぐらいありますか。他にも面白いのがありますけど、うん、そうですね、まあ、目もすごい印象的なんですね、はい、やっぱり子供の子、これ可愛らしいですよね。可愛いですね、うん、これとっても頭が大きいでしょ。大きいですね。人ってこういう点なんですけれども、うん、大きいというのは赤ちゃんって三頭身、うん、あのイメージなんですよ。へー。で、この丸は宇宙なんですって。宇宙、宇宙3歳ぐらいまでって生まれる前のことを覚えてたりするじゃない、しますよね。そういう話聞いたことあるでしょ。あります。まだつながってるんですって、宇宙というか、宇宙と地球に来る前の何かとつながって、そのイメージが残ってるのが赤ちゃん、子供の。あ、だからちょっと大きいんだ。大きいの。いや、ここにあるのみんな、そうですね、孫っていう字は子供に糸の束持ってるの、だからレーンですね、代々つながって子孫の孫。そういうことか。そう
糸が続いてる糸編って続くとか継承とか、ね、みんなつながってる、続いていくものから来てる。天佑さんの湯、ね、ですね、はい、これもあのこれはねまたね小さな神様なんですよ。小さな神様が文字の入ってるんですね。入ってるの、小さな神様フリーリーだから地上から天行ったり天から空降りてきたり地に行ったりっていう非常に自由にしている、それが湯なんです。へえ、はい、いやもう一つ一つ聞きたいですね、時間がね、ね、すごいかかっていっちゃうので、うん、いやぜひ。でも私もこういうねアートを体験することってできるんですかね。やってます。あ、やってるんですね。やっぱり一人でも多くの人にこの言葉、それから文字の意味してほしいので、うん、はい、今京都大阪東京で道場を開いておりまして、うん、はい、よかったら来てください。また今後 ね、うん、またここでもあのいろいろワークショップも、はい、場所があればやりたいと思ってますので、皆さんぜひご体験くださいね。では早速私体験してもよろしいでしょうか。してみましょうか、はい、体力のあるうちにやっちゃいましょう体力がやっぱりいるんですか。1本ぐらいだったらあれですけれども、うん、私たちの道場では結構コーナー毎日3時間の道場なので、はい、それなりに書くので、うん、足腰いきますね。あ、はい、足腰若いうちにはいっぱい書けるんですけどね、だんだん疲れてくると、はい、なるほど、はい、で普通書道ですと、はい、紙は丁寧に置いてこう離れて書きますが、うん、このサイズになりますともう紙の上に乗ってしまいます。紙のこの上に乗っていいんですか。はい、乗ってしまいます。ちょっと空筆を持ってやってみましょうか、はい、早速。はい、筆も大きいですね。筆もすごく大きいです、はい、こんな筆で書くの初めてです。はい、まだ初めてのことあったんですね。はい、ありました。はい、ではちょっと乗ります。乗っちゃって、じゃあ一本線引いてみましょうか。一本線、うん、縦にですか。縦に、はい、では、はい、空筆で、はい、シュー、こんな感じですね。いいじゃないですか。じゃあもう墨をつけてやってみましょう。はい、はい、はい、たっぷりつけて。たっぷりです。はい、たっぷりつけさせてください。もっとですか。はい、根元まで。根元まで。はい、これぐらい。そう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 、そうすると筆が開きますから。はい、つき方もやっぱちゃんとあるんです。でちょっと切ってあげて、はい、はい、じゃあ気持ちよく一本線引いてみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。人生初一本線。はい気持ちの、はい、気持ちのままに。気持ちのままに。はい、今日の一本。はい、はい、おお、あ、いいですか。いいです。あ、すいません、ありがとうございます。最初からこういう線引ける人ってあまりいないんですよ。え、本当ですか。最初に言った通り、はい、甲羅に刻み込んだ。はい、紙に刻み込んだ。同じエネルギーを自分の思いを線の中に刻む。刻むって塗るんじゃないっていう。ただ、なんかの場合ちゃんと刻み込んでたじゃない。塗らないで。そう、気持ちはすごい込めました。込めました。はい。それが、そう、線の。へぇー。でもなんかちょっとスピード感というか、勢いが私なかったので。うん、もう一回やりたい。はい。もう一回やりたい。これがね、はい、4尺の半分の半節っていうサイズなんですが、はい、35センチの140センチ、1メーター4センチです。はい、でこれに、はい、はい、先ほどよりも、はい、ちょっと大の墨をつけて。そうです。すごく気持ちいいです。ちょっと
歪んでしまったんですけど、これは人間だから、いつもいつもまっすぐなだけじゃないと思う。そうですね。で今ね、一本線って思っていたけども、はい、実は初歩線っていうのは丸なんですよ。丸で円から地で戻ってくると紙面には一本線になりますけれど、はい、気持ちは円を描いているようなんですね。そうなんですね。ちょっと深い話しちゃった最初から、じゃあ乗り換え、はい、一緒にお願いいたします。はい、これは2019年、はい、平安神宮で京都の、うん、いろいろな伝統工芸の作家さんとのコラボで初めてこの広い学連というところを使わせていただきました、はい、でこう仏師の方に私の書いた文字をそのまま木彫で彫っていただいたりとか、これは和ろうそくの方にその書かせていただいたり、これは一筆流の作家さんなんですが、うん、作品の中に天という字をこう入れて、とにかくコラボ作品ということで、本来ですとお一方ずつ皆さん自分の作品があるんですが、うん、今回お声掛けをした皆さんは心よくじゃあ一緒にやりましょうって言ってくださいまして、もう本当に
素晴らしい、私の中では夢のような展覧会をすることができました。で毎日誰かがライブをやって、その場で皆さんの前で見せてくださってるんですが、もうたくさん、本当にたくさんの方が来てくださいまして、で私も今回漆喰という墨だけじゃなくて漆喰を使った作品を出したりしました、これは2011年ですね、ニューヨークで、のフェスティバルで出させていただいたときにちょうど震災がありましたよね、それで一気にその日本を応援するっていうテーマに変わったんですが、これ領事館なんですけども、ライブの後領事館でも展覧会やらせていただきました。そしてこれはフランスフワールっていうところですが、もう日本人が来るっていうとこうしてアニメ好きの人たちがコスチューム着てすっごい人数50人とか集まってくるんです。バスとかに乗って、でそのウェディングドレスに変えたりとか、またそのフワールの学校の生徒たちに教えたり、これはイスラエルから大群で来たり、これはスペインですね。もうとにかく本当に書が好きな方たち世界中にいて、今のネットが、盛んになっているので、もうアクセスが多くてありがたいなと思っています。なんかこう 書をやることによっていろんな人とつながれるっていうことがすごく嬉しいし、ホテルとかに、先ほどのインターゲートという京都市場のホテルなんですが、ロビーに作品を展示していただいたり、もう私の手を離れてもそこでエネルギーを発してくれてるなっていう感じです。本当に、コラボレーションだったら新しいアートにもなっていきますもんね。そうですね、やっぱり新しい職人さんと出会うと、違う世界が作れる、広がっていきますもんね、だから楽しいですね。もうワクワクが本当に止まらないですね。止まらない、止まらない。そのペンユさんにですね、最後に、書いていただきたいと思います。すみません、準備のほどよろしくお願いいたします。いや今からですね、ペンユさんに書いていただきます。実際何を書くかは決めてらっしゃらないそうです。今まだこの、紙の前に座った時に書こうというふうに決めるそうです。今日は一体何を書いてくださるのか、とっても楽しみです。それでは行きましょう。ペンユさん、よろしくお願いいたします。はい、
ました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、では実際に皆さんにも見ていただきましょうか。はい。先ほどあのお話ししたユウといううちですね、はい、子供がこうのぼりを持って、いるっていう形なんですけど、さっきちっちゃな神様というふうに言いましたけれども、はい、あの要は旗とかのぼりっていうのは移動するっていう意味があるんです、うん、ですから天と地を行ったり来たりっていう、まあ、それが私の名前にもなってるんですけれども、うん、あのすごくその世界観が大好きで、はい、この文字の画語にもなってますが、あの要は祭りのことなんですね、うん、お祭りって神様が降りてきてくださって私たちと一緒に遊ぶんです。でじゃあ人間はどうしたらいいんですかって言ったら、神と共に遊ぶのが祭りであるっていう、あだからお迎えしてお返しするでしょ、はい、それがこの一文字で全部物語になっているところがすごいなって思っております。すごいですね私あの天佑さんが書かれる前の精神を統一されてる瞬間といいますか、ちょっとなんかうるっと来てしまいました なぜかわからないんですけれども、すごい思いがもうそこから入ってらっしゃって、うん、で何か会話をされてるかのような感覚も、はい、危ないですね。危ないとかではなくて、うん、その今から書かれる文字とこう書くよみたいな、そういう会話そうですか、伝わってきたんですけれども、いやもう本当にすごくすごい迫力でしたよねありがとうございます。体ちっちゃいんですけどね、いやいやいや、手足がそんなにね大きい人と違って伸びない分動かないといけないですけれども、うん、いや、はい、一文字書くのにやっぱりすごいパワーはいりますか。そうですね、なんかよく自分でも分かんないんですけど、ものすごい入る、はい、入ってるみたいで、入ってます、ものすごく入ってます、はい、終わった後すごい息上がってたんです、はい、ちょっと上がってらっしゃったので、やっぱりすごい精神というか入ってるのかな、なんだか変な人になってますけどでも なんだろう毎回書かせていただいてるなっていう感じでやってます、うんうん、素晴らしいものを見せていただきました、ありがとうございます。こちら置かせていただきますね、はい、最後にですね、その天佑さんがこの古代文字のアートに対する思いっていうのがもしあれば、はい、お聞かせください。何か人が生きているって、はい、自分だけじゃないんだ、自分が頑張ってるから生きてるんじゃなくて、人がいるから自分も生きている、うん、何かがあるからやりたいとか続けたいとか、そういう気持ちに気づかせてくれたのがこの古代文字の、うん、まあ、アートって言いますか、ちょっとはちょまた少し違って、はい、自由であるっていうことで、うん、誰かの真似をしなくていいっていうことと、うん、自分が生きてきた足跡が全部作品の中に、あの頃はこういうふうに感じてたんだなとか、はい、絵のように残っていくとか、そういうものがすごく好きですね、はい、それを伝えて解放してほしいなと思うんです。そうですね、例えば一本線引かれた時に、はい、なんかふってふっとこう殻が取れたような、はい、軽くなりました、うんうん、すごくそういう経験をいろんな子供から大人までしてほしいなって。で、子供は意外とすぐ平気なんですよ。
わーって、ね、でわーってできちゃうんですけど、はい、大人になるとね、うん、あ曲がったらどうしようとか、いろいろ考えてしまいますね。いろんなこと考えながら生きてきてるんですよね、はい、人間って。だから、まあ、少しでもその殻を取り払うきっかけになればと思ってます。いい悪いじゃないんです。両方あっての作品なんです。はい、ありがとうございます。今日は本当に素敵なものをたくさん見させていただきました。いろんなものも吸収させていただきました。今日は日本の伝統が数多くある京都から古代文字アーティスト天佑さんの書のアートを皆様にお伝えいたしました。これからも日本の伝統文化をもっと身近に感じていただける和の心の配信を皆様にご覧いただけるように頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日は古代文字アーティスト天佑さんの書の後をお送りいたしました。天佑さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もどうぞお楽しみに。